阪神タイガースが優勝する条件、絶望的すぎる。巨人が残り6試合3勝3敗になった場合、阪神は残り5試合全勝するしかない。さすがに巨人でほぼ決まりやな。なくもないな、巨人うんこやし。これで巨人優勝逃したらやばいやろな。すげえ叩かれそう。なくはないんよな。ウェイスとかいう生殺与奪権。巨人は明日からケイ・ジャクソン・高橋宏やし3連敗やで、あとは阪神が全勝するだけや。無理無理、今の巨人がそんな負けるわけない。ここから連敗するのがいつもの巨人や。巨人と阪神の優勝争いって見たことなかったな。阪神この前5連勝ぐらいしてたから泣くはないやろな。オリックスはこういう状況で優勝したんだよな。さすがに巨人ファンは優勝確信しとるやろ。ヤクルトですら2連覇できたのに、新手巨人と争うと本当に勝てないんだな。巨人投手陣は関数を対策してたけど横浜には無理そう。巨人が3位以下じゃないと優勝できないんだよな。でも5連勝しそうなんだよね。まだわからんよ。なんだら広島が優勝する可能性もある。サイン盗めば5連勝なんて余裕やろ。カープも9戦10勝すればワンチャン優勝やぞ。最終決戦に負けたのに今更優勝とかしたくないわ。わきまえてるから。ご視聴ありがとうございました。